公表人は、7世紀前半の中国東大の管理、随大の政治家、河野子新州の志士、剣討士の宗師として和国を訪問している。日本書記によると、除名天皇4年8月に、剣討士の犬神三田月や宗民、白木の宗師と共に、津島に泊まっている。同十月四日、何ずへ到着。そこで、大友朝徳を派遣し、 船三十二層、鼓、笛、騎士で飾られた船団と共に、江口で迎え、以下のように告げたという。天使の命のまえる使い、天皇の朝に至れりと聞きて迎えしむ、わけ、宇治谷武氏だか標人は、以下のように答えた、という。風漢字きびに、船層を飾る聖妃で、迎えた魔物ふこと、喜び恥じる、わけ、宇治谷武氏そこで、南馬騎士一族や、 大河内らを使わして、館で艦隊し、幹を与えた、という。同5年に1月26日、騎士一族に見送られて、公氷人らは帰国した。初期の記録は以上であるが、旧、当時の上岸5年の記述では、また、新州の死士、公氷人を、剣はし、不死を持たしてゆいて、これを伏せしむ。氷人、水縁の際なく、王子と隷を、争い、 丁明を述べずして帰る。二十二年に至り、また、白木に不死票を報じて、もき境を通ず。に至り、和国王はさらに白木の北支社にことづけて、上票文を届け、皇帝の機嫌を伺い挨拶をしに来たとなっている。新当女の記述でも、同様に、新州市氏の高人票を、県はして行き手とさしむるも、 王と礼を争いて平らかならず、天使の命を戦することをが演説して帰る。これを久しくして、改めて白木の使者に伏して、書を登るとなっている。以上のように、和国と党の最初の交渉は、決裂に終わっている。これらの記事から伺われることは、和国が党に作法を求めず、朝鮮半島における優位を主張して、党の施設と対立したことだと言われており、 あるいは、儀式の場における、当時と和国の上下関係が争われただけだったのではないか、ゆえに、帰国後、公表人の所行は、非難されているのではないか、と、榎本純一は、新登場における公栗への剣士の例を引いて、説明している。ありがとうございます。